はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回は自分なりのリバースエンジニアリングというものを解説していこうと思います。というのは建前で、今やってるエンジンの鋳造失敗したので、次の動画まで間が空きそうなので、その間の時間稼ぎという姑息な動画を上げていこうと思います。今回の、目的としては、この 3D スキャナーを使ってスキャンをして、そのスキャンのやり方、ざっくりした解説ですね、とそのスキャン後のデータの処理の方法、そしてそのデータを CAD に落とし込む方法などを解説できたらとは思います。何かの参考にしていただければと思います。まずリバースエンジニアリングやるにあたって、3D スキャンするんですが、そのためのマーカーいっぱいつけてきます。形状特徴があるのでマーカーなしでもいけるかもしれないですが、あった方がいいんじゃないかな。これはそれと事前に、サフェーサー拭いて若干色を白くしてあります。これやっとかないとアルミパーツはちょっとスキャンできないですね。うまくマーカーたくさん貼りたいので、途中からマーカー半分に切って使っています。ちょっと貧乏臭いですね。はい、マーカーたっぷり貼りました。それと今回は必要ないですが、こちらのクランクケースやった時なんかは、穴位置をなるべく精度を出すためにネジですね、こういう白く塗ったキャップボルトとかをこういうところに置いてやっていました。あとちっちゃいもので、均一なものを取るときにはこういう黒のダイス、サイコロですね、これやると結構便利です。まあこんな感じでスキャン自体は細々とした工夫はしてます。まあこの辺は人それぞれだとは思います。こんな感じのマグネットスタンドを使っています。じゃあスキャン始めます。まずは、カメラの位置ですね、だいたい調整します。それでスキャンにして、名前はデフォルトのままで番号ついてくんで、それが楽ですね。それで設定は高精度スキャン、自分は一応高精度スキャンの方やってます。スキャンモードとしては特徴ですね、マーカー貼ってあるんでいけるかもしれませんが、特徴の方がいいです。でテクスチャーはなしですね、アクセサリーは特に持ってないのでなしです。はい、あとはこの明るさかな、明るさの設定ですが、青いのがいっぱい出てるときは暗すぎる、反対に赤いのがいっぱい出てるときは明るすぎる、なので青と赤が出るか出ないかのあたりを探します。この辺ですかね。で画角距離に関しては、近すぎベスト、良い範囲、遠すぎとあります。自分の場合、良いとベストの中間、特に今回のように不定形なものの場合、一番近い時にベストあたりに、で遠い時には良い、そんな感じですかね。でまずは
上の方を撮影しましょうか、先に。それではスタートと。まあ退屈ですが、とりあえず一周待ちます。だいたい自分のターンテーブルのスピードだとフレームレートが500前後になった頃ちょうど一周ですね。このじんわりスキャンが出来上がって形が出てくるところ楽しいです。はい、これでだいたい一周なのでストップと。で、自分はここで一度止めてしまいます。スキャン完了して、でデータ作っちゃいますね。この辺ちょっとゴースト出てますが、これデータ結合した時に消えると思います。なのであんまり気にしなくて大丈夫です。 OK と、はい、データ結合したらだいたい綺麗になりましたね。はい、今だいたい正面から来たこの辺が取れたので、次ちょっと画角を変えますね。だいたいさっき撮った部分が3分の1ぐらい重なるようにやっていきます。でスタートと。これでうまくマッチングしてくれるとしましたね。はい、次の一周で先ほど取れなかった部分を少し取っていきます。こうやって3分の1ずつぐらい重ねながらやっていくやり方ですね。自分の場合はもっといい方法があるかもしれませんが、今のところこれが一番無難に感じますね。はい、これでデータ融合完了と。少しずつ形が見えてきましたね。でもまだ全部は見えてないので、どんどん重ね合わせていきます。クラッチカバーの表面だけでトータル 5,6 回は撮るんじゃないかなと思います。とりあえず表面はこれでスキャン完了となります。一応表から見た感じの形は問題なく出来上がったと思います。もう一個の方法としてはこの後でやるんですが、裏面を撮った後レボスタジオというアプリケーションで重ねるという方法もあります。どちらでやるかはお好みと状況次第といったところですかね。それでは引き続き裏側を別ファイルにして作っていきます。裏側はカメラを当てづらい場所も結構あるので大変ですね。でもまあなんとか撮れてます。回数を重ねると自動トラッキングが合うかどうかが結構重要になってきます。今回は綺麗に合いましたね。何枚か撮って内側があらかた終わったら、最後に外側側面を一周回しておきます。これが結構重要になるので、これは大事な工程ですね。はい、スキャンの工程が全部終わったので、ここからはレボスタジオというアプリケーションを使っての修正工程をやっていきます。まずは外側、内側どちらでもいいですがファイルを開きます。今回は内側を先に開きました。特に意味はないですね。そしたらアライメントというコマンドを出してファイルを追加します。追加するファイルは表面のファイルを追加します。この2個のファイルが出たらこれを重ね合わせていきますが、この丸の部分のフィーチャーが自動で
と重ね合わせるコマンドですね。今までの経験からそんなに成功率は高くないです。なのでその下にあるマーカーポイントでやるのが今回はうまくいきます。マーカーポイントのコマンドの場合はそれぞれ同じ点を3箇所以上指定しなくてはならないです。なので同じ場所が映っているところを探します。今まで何度かやった感じだとなるべく距離が離れていて、しかも立体的な位置で3箇所あると理想的だと思います。最後の1箇所がなかなかちょうどいい点が見つからなくて苦労してます。まあでも大体で合わせられると思うのでなんとかこの辺でいけそうですね。はい、3箇所目確定しました。ではアプライをして実行です。どうでしょう、結構うまくいったんじゃないかな。ちょっとゴミありますがこれは後で処理します。一応形にはなってきましたね。まだこれは点群データなのでこっからメッシュ貼ったりなんだりの処理をしていきます。そしたらアイソレーションのコマンドでいらなくなった点々を削除していきます。これもまあパラメータ選んでオートで実行するだけですね。次にやるコマンドはオーバーラップですね。この処理をしてなるべく点群データを少なくして軽くしていきます。とは言ってもあんまり軽くはなりませんけどね。ここの数字を見ていただければわかりますが今504万ほどの点群データとなっています。それがこの処理をやることによって380万ほどまで削減できました。とりあえずここまで来たらメッシュをして、閉じてしまいますね。今作っているのは原本となるデータなので全体としてはクオリティ高め、容量大きめで進めています。はい、これでポリゴンデータ完成です。総ポリゴン数190万とまあとんでもないデータ量ですけどまあしょんないですね。今の状態ではこれでいいです。この状態で見ていると結構綺麗なデータができたのではないかと思います。そしたらこの状態で一度エクスポートして保存しておきます。あとはこのシンプリファイというコマンドを使ってポリゴン数を自分のコンピューターで処理できるギリギリの量まで減らしていきます。ちなみに今自分が使っているパソコンの CPU は i7 の7700となります。ここであまりデータを小さくするために数字を小さくするとせっかく綺麗に撮ったスキャンがみんな崩れてってしまうのでここはまあギリギリ性能が許すギリギリを狙っていきます。自分の場合は今96万ほどあるポリゴンデータを10万程度まで減らしていきます。これで低解像度版のデータが出来上がったので今度は拡張子を STL に変えてエクスポートしておきます。先ほどより解像度落ちてますが、まだなんとか見れるレベルですね。ここからはフュージョンを使って CAD となります。まずやるのはメッシュの挿入ですね。挿入からメッシュの挿入を選んで、先ほどエクスポートした
STL データですねを選択します。それで単位はミリメートル、あとは一応中心に合わせてあります。そしたらメッシュからメッシュの削減を選んで、だいたい半分ぐらいまで削減して、さらにデータを軽くしていきます。この時再メッシュのタイプはアダプティブを選んでおきます。そうするとカーブがきついところには細かいポリゴン、カーブが緩いところには大きなポリゴンが配置されるようになっていきます。このぐらいまで減らせばなんとか自分のパソコンで扱えるという形になりましたね。そしたらこのメッシュをコピーペーストして、同じ座標に同じメッシュを2個重ねておきます。その後修正のタブから変換を選んで、このメッシュをソリッドのコマンドで扱えるようにしていきます。これでソリッドのコマンドで扱えるようになりました。でも実際このソリッドボディを使ってやることは少ないです。なんでわざわざ変換したかというと、基準となる平面を作りたかったので、一度この形に変換してあります。まあ、ここまで来てしまえば、もうあとは好きなように書いていくだけです。フュージョンを扱ったことある方なら、こっから先は特に問題はないんじゃないかと思います。まあ、こんな感じで平面作って、自分はここを土台に全てを進めていきます。まずは輪郭をスケッチしましたね。ここではスケッチの輪郭描くときには、基本的にこのメッシュを参考に、とりあえず線描いてきます。まあ多少ずれてしまってももうしょんないと思います。これはある程度合っていればいいんじゃないかと。そしたらまずは押し出しをしましたね。この後このつばの部分、はい、このつばの部分だけを最初に押し出してあります。メッシュを2つに分けて、今度は新しく分けた大きい方のメッシュの縁を起点にまた輪郭を描いてきます。こんな感じで輪郭を書いてあります。そしたら各平面、ロフトを何度も繰り返すんですが、この穴ごと高さ合わせてみました。もっといい方法ないかなとも思いますが、なかなか難しいですね。これで各パートごとで書いていくことになりますね。こんな感じで各階層ごとで輪郭を作ってます。こんな感じでロフトをどん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 積み上げて進めていきます。まあ、ここを湾曲させたりとか、まあ、これもロフトでやってきますね。今回メインで使ってるのはロフト、押し出し、フィレット。そんなもんですかね。あとはそれぞれそのコマンドを使うために面を作ったり、スケッチを描いたり、それのずーっと繰り返しです。これで外観はだいたい完成しました。まあいい感じにできたのではないかと思います。そしたら内側の部分ですね、中子と名付けましたが、同じように書いていきます。基本的には全く書き方は同じですね。ロフトで積み重ねていくという形で、フィレットが必要なところはフィレットかけて、はい、これでくり抜く分の形は全部出来上がりました。で全部、外身の部分と中の部分を書いたら、結合のコマンドで
ターゲットを外、ボディを中という形にして中身を抜いちゃいます。そうするとこんな感じでドン柄のものになるので、まあ、これで大体終わりですね。一応このパートでできる分はこれで終わりました。残りの作業は、以前書いておいたクランクケースですね。こちらを土台に作っていきます。こちらにはもう穴開け穴なんかは全部、ネジ穴なんかは位置決めしてあるので、これに重ね合わせる形で位置決めをしていきます。スキャンしてあるのだからもうそれを元に穴を開けてしまえばと思う人もいるでしょうが、意外と綺麗に位置が特定できないんですよね。なので自分は事前に測定しておいたものを元にネジ穴を全部開けていくことにしています。スキャンのデータが極めて正確なら何も考えずにそのまま穴開けちゃえばいいんですけど、なかなかそうはいかないです。今はジョイントで位置決めをしている最中ですね。起点にするのはキックスピンドルのシャフト、ここが一番正確に出てそうなのでこれを起点にしていきます。まあそれ以外の位置合わせに関してはもう目視で、大体合わせるという形でよしにしてます。位置決めが終わったら過去に測定した穴基準を元に穴開けをしていきます。はい、これで、クランクケース、これでクラッチカバーのネジ穴開け終わりましたね。まあ大体合ってるのでよしとします。あとは穴位置、精度の良い穴位置の測定方法、の質問が来そうなので事前にやってしまいますね。もう穴位置自体は前のクランクケースの時に精度よく出しているので今これ測る必要は特にないです。がまあ一応こうやって測ってますっていう感じで見本でやってみますね。まずフライス板にセットします。セットするんですが、自分のフライス板はこのデジタルつけてるので、このデジタルと芯出しを使って精度よく穴位置決めて出してきます。セットできたら次は芯出しですね。回転式の芯出し器使ってきます。はい、これでダイヤル合わせていって、これがない小さいところを探しますね。まず X 軸、これ小さいところの後に見つかったら次 Y 軸ですね。これが小さくなる、一番小さくなるところを見つけてきます。よし、これでほぼ触れなくなったね。そしたら、00にします。はい、ここが0と今出たので、はい、これでこの穴が、穴中心が0と今出ました。なのでこれを一回上上げて、そしたら次ここですね。これで、フレはほぼ出なくなりましたね。これで
先ほどの穴中心から X はマイナス 15.105mm、 Y がプラス 30.385mm という座標が出ました。なのでこれをメモしておきます。そうすれば、それをこれを繰り返して穴座標すべて出していきます。これによってかなり正確な穴位置が測定できるようになります。スキャンだけではなかなかここまでの精度は出てこないので、だいたいこのやり方ですね。過去のエンジンの時にはこれもなかった頃というか、この回転式の測定器がなかった頃もあったので、そういう時にはこの回転式測定器がない時にはこのエッジファインダー、これ使ってました。これで穴の横横縦縦を測って、その中心ということにしてました。これだとかなり時間かかります。何しろ必ず4箇所は測らなきゃいけないので、今はそういう意味ではこの回転式に変わってからは楽になりましたね。はい、前に書いたクランクケースと合わせるとこういう感じですね。まあそれらしくなったのではないでしょうか。まだ書いてないところなどありますが、まだまだこれからどんどんブラッシュアップしていきます。ただまあそこまでこだわる場所ではないので、ほどほどにしときます。まだ今は純正部品を書いてる段階なので、もう少しですね、あとこちらにつく部品いくつか書いて、クラッチ関係、中の機械の部分ですね、書いて、あと正直ミッションまでは書く必要ないと思うので、ミッションは省くと思います。まあ中のシャフト関連ですね、少し書いて、そしたらいよいよ本体の設計の準備をしてきます。そこからが本番ですね。今の段階はどちらかというと一番退屈な作業です。綺麗に、以前より綺麗に書けるようになったので雰囲気はいいですが、正直作業としては退屈であることには変わらないですね。はい、これで、リバースエンジニアリングの解説終わります。正直分かりづらいところも多かったと思いますが、まあ何分自分もまだ模索中です。なのでご容赦願います。まあなんとなくは形になってますね。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。